では激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京港区にあります火鍋専門店ファイアーホール4000麻布十番店さんにやってまいりました。こちらですね、先日激辛大好きの鈴木亜美さんがですね、 YouTube チャンネルで取り上げたお店で、店員さんにアミーゴスペシャルとか、なんか鈴木亜美さんの YouTube 見ましたと、お伝えしていただくと、鈴木亜美さんにちなんだ激辛麻婆豆腐と激辛火鍋ラーメンが食べれるということらしいんですよ。やばい、やばいんですか。らしいです。鈴木亜美さんですよ。激辛女王ですよ。相当辛いかなと思うんで、僕ねこう見えてちょっと小食なんで、今回ねちょっと世間にはちょっと麻婆豆腐食べてもらって、僕はこの火鍋ラーメン、はい、激辛火鍋ラーメン、食べていきたいかなと思います。心して、はい、いきたいと思います。頑張りましょう。はい、はい、それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。東京港区にある火鍋専門店ファイアーホール4000麻布十番店。自家製の豆板醤や生薬を配合した美肌薬膳スープなど、辛くて体に優しい火鍋が人気のお店だ。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。調理中の撮影が NG ということで材料のみ紹介。まずは中国四川省で最も辛いと言われている満天新唐辛子。空に向かって実がなり、たくさんの星があるように見えたところからこの名前が付けられました。続いて満天新唐辛子の粉末、これをラー油にしたものも入ります。先ほど紹介したものより5倍の辛さを誇るイエローファイヤー、こちらは粗刻みにしたものが入ります。さらに激辛唐辛子ハバネロ、フレッシュで爽やかな香りが特徴の青山椒、そして四川山椒が入ります。これらの香辛料にニンニク、豆板醤などで香ばしく仕上げたのが激辛麻婆豆腐。火鍋ラーメンにはブランド豚、加藤ポーク、キクラゲ、えのきなどがトッピングされている。さあお手並み拝見。来ましたよ。辛そうですね、トチさん。匂いがすごいね。ちょっと火鍋ラーメンの方がやっぱ辛そうですね。色がすごい。この鈴木亜美さんのこのアミゴスペシャルのこの激辛メニュー、はい、はい、なんと初の食べる人になります。おー、おめでとうございます。はい、なんでね、ちょっと参考にしていただければと思います。いただきます。じゃあちょっとまずファーストタッチ、はい、普通に美味しそうですね。匂いは山椒の匂いですか。山椒も入ってます、はい、ではいただきます。いってらっしゃい。マジむせる、むせますね。マジか。うわー、喉に入ると。おーっと、これ序盤からちょっとやばそうですね。じゃあちょっと僕もじゃあいきます。おー、辛い、染み込んでるね、スープに。先ほどもやっぱ調理中、店員さんめちゃくちゃ厨房でむせてましたから。あ、やっぱりそう、こうなるわ。うん、結構辛いな。これえのきとか豚肉ですけど、加藤ポークっていうねブランド豚使って、こううまいのこれ。なるほど、鼻水が止まらない。ちょっと次の一口躊躇しちゃうね。うん、ラーメンも美味しそうですね。うんうんうん、ちょっとじゃあ取り皿取りますか。国際交流しよう。あー、待ってこれ汗やばいですよ、ジョニーさん。ちょっと麻婆豆腐どんなもんかと。汗すごい。うん、うまっ。うまいですよね、麻婆すごい。こっちよりこっちの方がやっぱ辛い。辛いですか。感じ方がやっぱ変わります。ちょっと行ってみてください。なるほど、やばい。その量はちょっとやばいです。どっちがやばいの。ラーメンです。だよね。ふざけるなよ。うん、汗すごいですね、ジョニーさん。唐辛子の量がすごい、これ。後からなんか水飲んだら超辛くなってきたんですけど、ベロが。いや、豪華ですからね。頑張れ、修行だと思って。修行だ。ちょっと
スープきついっす。いいですか、唐辛子がすごいことになってますけど。俺に飲めと。これ食べないとダメですか、ジェイさん。僕はちょっと無理です。いや、さっきの1個でギブです。マジっすか。これはちょっと任せます。僕もね、それ言うほどね、言うほど余裕ないよ。余裕ないっすか。うわー、ちょっと待って、マジかよ。いや、しょうがない、頑張ろう。ああ、そうだ、ベロが痛い。これは辛い。なんとも言えない感覚だ。もう唐辛子しか浮いてないじゃないですか、これ。よし、ちょっと見るからに。じゃあ最後これいくか。これやべえな。唐辛子ラーメンじゃないですか。もう汗が。これめっちゃ油だね。ちょっと油がきついわ。聞く人にとっては、もういけんだったら飲めよみたいな。でけんじゃねえぞ。いやー、これね、悩みどころですけども、やっぱ見せたい、完食したところ。なんだろうね、暗黙の了解になってんだよ。なんだろうね、これ。ちょっと俺はこっち行くわ。はあ、さすがにきついです、これ。まあ、もうちょっと先にぜひ食べていただきたいっていう、多分ジョニーさんならいけるんじゃないかなと思って。しょうがない、ありがとうございます。お前の尻拭いしてやる。すいません、汚せ。僕はちょっとその間に、すいません、ありがとうございます。なんだそれ。店員さんにお願いして、杏仁豆腐。おかしいだろ。いただきました。なんでお前だけデザート頼んでんだ。ジョニーさんにとったらこれデザートじゃないんですか。どこをどう見たらデザートだ。カレーぞこれ。ミルクが効いてて美味しい。カレー。近い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 。失礼しました。そんな近くなくていいでしょ。ちょっと待って、下の方がカレーはこれ。なんか最初より辛さが増してるような気がする。時間経つと、うお、僕は見張っていくことしかできない。見せもんじゃねえぞこれ。近い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 から。近いって。これは辛い。素晴らしい。こっちのスープはいいや。油がやっぱ中華料理って多いですかね。そうそう、まあ別に今回ね、激辛チャレンジメニューじゃないんで。はい、いいっすか。スープはいいんで、この唐辛子だけは食べるんで。いいっすか、それで勘弁してください。視聴者さんは許してくれない。なんでだ。いいやろ。唐辛子だけ最後これ書き込んで終わりにしようか。はい、お願いします。いいっすか。全然大丈夫です、私は。よし、行くぞ行くぞ。よし、唐辛子1個に一気に食べた。すごい。いや、本当に尊敬します。すごい、食べきりました。辛かった。あなた、はい、何やってん、途中で杏仁豆腐って食いやがってよ。すいません。しやない、こっち必死こいてヒーヒー食ってよ。申し訳ないです。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です、ね、辛いけど美味しいよね。美味しいです。ちなみに今日の辛さレベルは何ですか。辛さレベル、じゃあ発表しましょうか。激辛麻婆豆腐と激辛火鍋ラーメン、はい、ちょっとそれぞれ発表しましょうか。本日の辛さレベル、じゃらららら、じゃじゃん、7と8です。7と8。やっぱちょっと一歩、ラーメンの方がやっぱり辛かったですね。あのね、スープがあるんでやっぱ冷めづらいっていうのと、やっぱ、はい、食べやすさで言ったら麻婆豆腐の方が食べやすいんでね。美味しかったですね。はい、はい、お店のスタッフさんに、アミーゴスペシャルとか鈴木亜美さんの動画を見ましたね。あの、このメニュー食べれるんでね、メニュー表にはない限定メニューなんでね、ぜひぜひ食べてくださいなと、はい、いうことで。あ、そういえばジョニーさん、はい、せっかくだから、あの、鈴木亜美さんのあれ歌ってくださいよ。何でしたっけあれ、ビーティカイザー。あー、それです、それです。いや、
歌います。いいよ。 Be together, be together, be together, be together。 え？意外と音痴ですね。